はい、皆さんこんにちは、ワネルグルビッシュです。ではハーツオブアイアン4現代日本プレイ続きをやっていきたいと思います。ここまでですね、軍備の再編とあとは内政、このあたりにテコ入れをしていきました。で、今回はその続きになります。フィリピンを今後ね攻略して東南アジアの豊富な資源を我がものとしたいので、そのためのね作戦準備、戦争準備を引き続きしていきたいと思います。では早速続きをプレイしていきましょう。でですね、何度か他の動画等々でもお話してると思うんですけど、僕の住んでる、マンションが修繕工事、大規模修繕工事が入ってまして、ついにですね僕の住んでる階にもその工事の、まあ、足場っていうんですかね、そういうものが組まれ始めて、少し工事の音が以前にも増して騒がしくなってきているので、もしかしたらね皆さん見障りなノイジーな部分もあるかなとは思うんですが、なんとかねご容赦いただければと思います。で、一応工事の期間が1年半ぐらい、無駄に背の高いマンションになってるんで、工事の期間、いわゆる工期が1年半ぐらいになってるんで、もうねずっとうるさいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね、申し訳ないんですがご容赦いただければと思います。これでディシジョンの選択はまあ放置しておいてだ、政治ポイントが貯まるまではねしばらく放置しましょう。で、四国の開発がもうすぐ、国の方針として完了するので、そしたら北海道の開発ですね、こちらに進んでさらに追加の研究枠をゲットしていきましょう。ちなみに四国の開発が終わると軍需工場が1個増えるんで、軍需工場どこに何作るっていうのはちょっと今のうちに検討しておきますか。今だと補充で足りないのが軍用トラックが全然足りてないんで、軍用トラックですかね、あらかじめ入れちゃいましょう。あとは生産品をねガリガリゴリゴリ作っていきましょう。で、空軍の方はご覧のありさま、ありさまというのかな、ご覧の状態です。とにかくね、生産ありきなので、そのための国家方針と研究枠と、あとは政治ポイントを使って何をやるかっていうのがね、序盤のキーになってくると思うので、150溜まった時に何をするかですね。やっぱりこの秘密工作員の樽人佐藤さんを入れていくのがいいのかな、あるいは研究と生産でいうとなんかいいのある、どうかな、研究と生産でやっていくとしたら、ちょっと見ていきましょうか。オートメラーラ社、これを入れておくと機構部隊の信頼性が上がると。戦車の研究時間もマイナス 10%、悪くないですね。重戦車の設計か、重戦車は今ね同行する予定はないので、そうなるとオートメラ社、ここが一番マシなのかな。あとは三菱、三菱が一番安心感はありますけどね、スリーダイヤモンド。あとは中国北方工業講師、中国か、よく遊びに行くのはねマカオ、香港、あとはまあ仕事で大連とかね、そういうところもあるんですが、やっぱりねタイですよ、タイ。ジェネラルダイナミクス社、ここも戦車の研究時間がマイナス 20% って、これは圧倒的じゃないですか。ただウラル車両工場、ここに関して言うとロシアですが、研究時間がマイナス 10% プラス対戦車攻撃力と装甲プラス5、これも悪くないですよね。研究枠で言うと今戦車確かに研究してはいるはいるんですよね。さて、ちょっと一旦時間止めちゃいましょう、もったいないんでね。今10式の戦車作ってはいるといえばいるんで、ここをまあどう考えるかですよね。あとは支援火器入れましょう。で、
あとは、産業系かな。さっき入れたのが、この現代型工作機械。これを入れているので、次、進むのが2020年になっちゃうのか。これはちょっとさすがにきついな。そうなると、次進めるのが、生産効率の成長率がプラス 10% か。まあ、生産効率が上がるのは嬉しいからやっときますか。他、これといってというのはないので、ここはじゃあ生産効率上げにかかりましょう。あとはじゃあ海軍で言うと、海上自衛隊。インド海軍。インドの海軍も結構強いという話ですよね、きっと。ここはやっぱり、でもそうだな。海上自衛隊でしょう。んで、空軍の方は何かというと、ここはやっぱりね、三菱ですよね。リージョナルジェット。開発どうなってるのか不明ですけど。これも入れといてあげたいな。んで、軍需品の設計のところですね。ここは自動車、消火器。どうなのかな。研究期間がマイナスになるっていうだけだと、慌てて入れる必要はないかなって感じはしますよね。あとは理論家か。ドクトリンね、ドクトリンか。これもちょっと入れときたいけどな。あとは参謀系、長官ですかね。陸軍、海軍、空軍のそれぞれの長官と軍の最高司令部に入れる部門ですね。ここは海軍を中心に入れておきたい感じはするんですけどね。海軍を中心に。さあ、では早速なんですが、まずは政治顧問として樽人佐藤さんを入れましょう。あとは見ておくのはそれくらいかな。まあ、戦艦空母は今すぐにどうこうできる、日本の力はないので、まあ、巡洋艦をね、できるだけ作っていきましょう。巡洋艦、駆逐艦で、生産のラインの方なんですが、ラインの方もね、前回から変更はないんですが、主に作っていってるのがこのミサイルの巡洋艦ですね。年に2隻。軍用トラックがちょっとやっぱり数的にはきついのかなっていう感じはしますけど、駆逐艦が年1か。これもちょっと数的には寂しいよな。まあ、海軍国家にならざるを得ない日本のことを考えると、建設はどうでしょうね。ちょっとこの辺りを中止しておいて、先に海軍の造船所作っていく。なんかそっちの方がどう考えてもいい気がするな。造船所の数が増えれば増えるほど、当然その作れる船の数、速さ増えてくるんで、今後どうしても日本は海を制した上で戦争を仕掛けていかなくちゃいけないので、そこを考慮していきましょう。あとは海上防衛だよな。まあ、アメリカとは戦争するつもりはないものの、フィリピンとかを攻略したときに、アメリカがね、どういう反応を示してくるかっていうのはわからないですからね。まあ、普通に考えたらふざけんなよっていうことになるとは思うんですが。あとはこの辺の訓練時間とかだよね。ここも軍の数を確保するっていう意味では少しスピードを速めるような内容を入れておかないとちょっと危ないかもしれないな。
陸軍訓練、師団の訓練時間がマイナス5%、これとかをちょっと次のターンで入れますか。陸軍の訓練を次のターンで入れましょう。彦之丞多聞、なんかすげえかっこいい名前しますけど、この多聞さんを入れておきましょうか。で、あとは、どうするかですよね。結局のところ、追加の研究枠を獲得した後の戦いだよな。要塞列島日本、これめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。アメリカとの同盟には入っていきたいよな。そうすると、アメリカと同盟して、いやアメリカと同盟だな、どう考えてもね。さあ、では次に進んでいきましょう。ただこれが2016年か、146日。まあ基本的な戦略としては、ちょっともう一回国家方針に戻りますけど、単独で攻め入ってもどうしようもないからな。まあ、アジア大同盟とかね、アジア大同盟行きたいよな。アジア大同盟に入っていく。そうすると最終的には介入主義に入って、なるほど。日本の未来を次やっていくっていう意味では、やっぱりここだな。陸上競技学校と海上競技学校、ここを入れていかないと話にならないですね。まあ、じゃあ方針としてはアジア大同盟を目指していきましょうか。はい、ではちょっと今回すごく短いんですが、一旦ここで終わりにしてですね、次回このアジア大同盟に向けて、続きをプレイしていきたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。